そのまんまみたいなね、作り方がしてあるんですよ。そうなんですよ。スタッフの皆さんが、いろいろ施工してる様子も、外から伺
ットってね、正面から見る機会ってなんじゃないですか。だけど、あれが子供、本物の、状況で見られる。パーテーションもちゃんと組んであって、はい、整然となんかね、その切った F1 のピットが再現されてますから、なかなかあれ見るだけでも一見の価値はありますよ。ですよね。ぜひ皆さん、はい、お立ち寄りくださいね。いや、それにしてもね、我々もせっかく2回目ですから、ちょっとですね、ズーズーしく近づいてみたいと思いますけども、これすごいよね。針のあらゆるところが羽になってますね。これがこの空力を考えられて考えられて作られた場所なんですよね。今カメラさんがこんなに近づいてますけど、多分グランプリの現場行ったらノーって言われますからね。そうでしょうね。ダメダメ、撮っちゃダメ撮っちゃダメ。それが考えながら許されることであって、企業秘密の塊ですよ、こんなの。だって24時間空洞でずっと実験をしながらもうやってるぐらい、それぐらいやっぱりね、空力についてはもうデータをどん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 取って、もう毎戦毎戦アップデートして、そういう具合に来てますからね。いやでもね、本当に直線部分がほとんど探しても見当たらないぐらい、見当たらないですよね。本当美しい、なんかもう芸術品のような、芸術品。まあ、唯一直線で言っていいかもしれないのが、今ですね、ちょうどドライバーのこう後ろをずっと後ろの方向に伸びていく、背びれみたいなね、このフィンが今上の部分が直線に見えますけど、あれも若干ちょっとね、後ろに向かってちょっとこう丸くなってるような感じも見えますが、いやいやいや、もうそこかしこが全てダウンコースを生み出すかのような羽、羽、羽、いやいや、本当に作品ですね。美しい。そしてこのアースカラー、はい、去年からですよね、もう見慣れてきたと。確かね、去年の日本グランプリの時はフロントノーズのところが、他のヨーロッパと違って日本に来た時は日本がちょうどセンターに来るようになってたんですよ。今回はまだ僕はその辺ちょっと見てないんで分かんないんですけど、どうなんですよね、どうなんですかね、ちょっと分かんないですけどね、まあ、でもタイヤもですね、また新品になりましたし、はい、ほぼ存分ドーナツしてくれると思います。そうですね、はい、これもうなんか隙がないですね、どこでもチカチカ、本当に美しい。皆さんも本当ホンダブースの近く行って見ていただきたいと思いますが、明日はホンダだけじゃなくて明日はトヨタも走ります。そうなんです。素晴らしい。そしてさっきも1回目にね見ましたけど、今大型ビジョン見てもらいますと、はい、もう本当にどれを押したか分かんなくなっちゃうぐらいの細かいボタンボタン、そしてこのスイッチ類で、数センチ違うと違ったボタンを押してしまうことになりますからね。あんなスピードの中で、その状況判断、これすごいですよね。すごい。しかも今年は前回ね、ちょっと前線がシンガポールでナイトレースも初の試みでされましたし、さあ今シーズンのその R108 そろそろエンジンかかりますか。そうですね、ちょっと我々離れておいた方がいいですね、はい、すごい音しますから皆さんもぜひそのサウンド堪能してください、はい。